ゲームバキュン、どうもラジオくんです。ということで、とうとうこの日がやってまいりました。もうね、いっぱい YouTube 見てる人ならもう分かってるとは思うんですけど、これもうそうですね。はい、今日はめちゃくちゃ要望の多かったランダムスキンチャレンジに挑戦していきたいと思います。一応ね、ランダムスキンチャレンジとは何なのかって知らない人のために説明すると、僕もセットしたんですけど、まずはここランダムにします。そしたらこのお気に入りから選ばれるんですよ、スキンがね。このスキンの色、例えばレッドナイトだったらゴールド武器、レジェンド武器しか使えない、スカルトルーパーだったらエピック武器、ティガレスだったらレア、あの青い武器とか、色に合わせてやっていきます。で、この緑が2つある理由はちょっとね、白武器もね入れたかったんで、こっちの白い方が出たら白武器で、でマイダスが来たらなんとミシック武器で行こうかなーって。これでね、白、緑、青、紫、金色、ミシックって全部揃ってると思います。ということで、早速僕 YouTube やって半年以上経ってるんですけど、初めてのチャレンジです。よろしくお願いします。チャンネル登録して。何が出る？もう本当にマジでやらせなしでいくからね。マジか。まさかのまさかのマイダスなんですけど、最高じゃん。未熟武器使えるんでしょ。ちょっと待って、これはもちろん使いに行くでしょ。勝ったなこれ。うわすげえ、武器のあれも全部バラバラだからセンスない人みたいになってる。ボットのあれだ、バッグもちょっと微妙だな。ということで、運命の時が来ました。ザ・シャークを降りていきます。ちょっと待って、俺気づいてしまった。スカイどうやって倒せばいいんだ。いい作戦を考えた。ちょっと離れた場所に行って資材とか集めて、で変装した状態でスカイの近くに隠れて、で来たところを狙う、ツルハシでね。これでも完璧でしょ。待って、コントロール、この時計とマイダスめっちゃ似合ってんじゃん、かっこいい。グライダーもちょっと楽しみだな。どんなグライダーが来る、何が来てほしい。オロとか来てほしいな。オロのあのドラゴンの金色ドラゴン、おいいね。ザ・シャークとサメ合うよ。なんかこれすっごい来てるよ。来てます来てます来てます。ということで、おさめさんがおさめさんの近くの島におさめさん着陸しました。まずはね、こうやって木の資材集めていきたいと思います。サブマシンガンとか取れないからね、弾とかでも取っておく、いらんな。やっぱシャークはね、グラップラーとメシックスか2つゲットできるからね、ちょっとこの辺の宝箱でミニッポとか出したいけど出ない。ちょっと一発これで変装しておきます。この変装はマジでね、メシック取るときは大事だから、これだけさせて。2つ手に入る分でも人気だからな、ザ・シャークすんごい人気だからね。おかしいもん、ミシック武器が2つ手に入るって。早速向かっちゃう。資材ちょっと足りないような気もするけど、どうしよう、行っちゃう。あ、銃声聞こえる。潜むなら今かな。潜んじゃおうか。あ、でもお魚ポイントあるのか。そしたら釣りして、一回回復して、もうね、準備万端の状態で行きましょう。せっかくミシック武器が使えるチャンスなんだから、絶対に取りたい、なんとしてでも。ここら辺からさ、ミニポとかデカカポとか出てこない。デカプリよ。うーわ、うんな。まあ、まだ時間は多分大丈夫だと思うんでね、いっぱい争ってると思うんで、先に釣りしちゃいたいと思います。あれ狙ってる、マシのこと狙っちょっと待って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 、ちょっと待ってちょっと待って、マジかマジかマジか。武器もないよ、回復はあるけど。あ、落ち着け落ち着け、怖い怖い怖い。ちょっと一回トイレに行くも。いやでも逃げ込んだ先に武器なんかないんだよ。まずちょっとどうしよう、変装も解かれたし、ここでミニポ出なかったら終わる。はい、終わんないよ。よし、次こそ釣りを、誰にも邪魔されたくない。金色だからね、結構目立たないと思うんですよ、周りの反射して。フロッパー悪くないだろう。よし、もう一回、じゃあね、あのね、岩の下にね、あの変装できる場所わかります、電話ボックスあるの。あそこで一回変装して、中にね、おじゃまんぼう、セカンドおじゃまんぼうしたいと思います。釣り竿じゃ人倒せないからね、まあ、そもそもミシック武器じゃないか。難しいなこのチャレンジ、意外と。ちょっとこれで攻めていこう。さあ、中の調子はどうよ。俺武器持ってないから。マジか、金庫開いちまったか。ちょっと待って、いや、ちょっと待って、こんないい武器ある。いや、ちょっと待って、いや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 、ちょっと皆さん目つむってください、皆さん目つむってください、目つむって目つむって、俺も目つむってるから目つむって、お願い、目つむってね、つむってるね。ふぅ、危なかった。よし、これでミシック武器はゲットできました。この度はミシック武器しか使わないと言ったにもかかわらず、開始1分で使ってしまったことをお詫びいたします。反省の印として、この試合では絶対10キルするので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。本当にすいませんでした。なかったことになんねえよな今のでもさ、無理なんだもん、どう頑張っても。もう言い訳ばっかの人生はやだな。でもちゃんとね、もう出会った敵全員倒す、それで許してお互い様にしようよ。何を持ってのお互い様かわからない。上にいる人をね、とりあえず倒しに行きたいと思います。近いけど、どこにいるかわからない。この中？
いた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 、こっちだよーにょん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 。オッケーかな。もうシャークには誰もいないっぽいんで、アンチ移動したいと思います。やっぱね、こういうチャレンジはね、やっぱりどう頑張っても回復多めになっちゃうんで、欲張らなきゃいけるのかな。グラップラーめちゃくちゃ強いからな。まあそんな感じでいきたいと思います。アンチと見えたんだよな、今こちらだ。いるなー、いますね。あれどうする、どうする、戦うよ。止まれ止まれ止まれ。おお、悪くないだろう。よし、このまま冷たい、冷たいけど、あ、くそー、飲んじゃったかー。武器が1個しかないとさ、やっぱどうしてもリロードの時間がね。あー、2つ目も飲んじゃった。あらら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  ら, ら、飲んじゃいましたか、飲んじゃいましたか。どうする、これどうする。とりあえずこじ開け、危ない音するんだけど。おい、危ない。待って待って、大丈夫大丈夫、焦んな焦んな、クールに行こうぜ。回復パンだから焦んな焦んな。とりあえずダブルポーション飲みたいな。1個だけも飲ませてくんない、もう飲むからね普通に。おい、危ない。これ無理だ、このチャレンジ俺にはできません。ちょっと回復多めに行きたいんで、珍しいよこれ、俺がバンテージバズが持ってんの。この構成で行きたいと思います。よろしくお願いします。いるなー、やっぱりリスキー率って絶対誰かしらいる、敵が。ちょっとこれをね、うまい感じに建築バトルさせて、高いところ行っていいよ、もっと行きな、もっと行け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 。これで根元を崩す。これでダブルキルでしょ。え、二人ともピンピンしてやがる。あー、落ちてきちゃった。え、自滅したのかなこれは。ちょっと待って、怖いな、詰めるのが怖い。普通にあんなイカチューショットが持ったら詰めるのが怖いよ。冷静に回復させてよ。終わった。危ない危ない危ない。これね、忘れちゃいけないのがもう一人いるんでしょ。ちょっと落ち着きたまえよ。なんでグラップラーを敵に当たりとした。落ち着け落ち着け、グラップラーで一回逃げよう。ちょっと仲良くしませんか。なかったことにできません。ダメだ、殺害式だけ。あらららら、うー、お、待って待って待って、いいぞいいぞいいぞ、いやーイエス、いいぞ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 。面白いこのチャレンジ。もう一人ね、近くにいるからね、ちょっと気をつけながら行きたいと思います。どこ逃げたんだ。ちょっとね、あまり屋根の中とかに隠れても対抗できるショットがないから、先にアンチ行っちゃうよ。かわいいね、やっぱおさめさん。久々に使ったこのグライダー。尻尾が、あ、いた。尻尾がピリピリしててかわいい。あれちょっと撃っちゃおう、ちゃんと。うわ、一発仕方なかった。見えた敵は全員倒したい。こうなるともう無理なのよね。海って結構攻めづらいんですよね。どうしようかね。うわー、こんなとこにジャンプある。そしたら詰めちゃおうかな、彼。詰めちゃいましょう。有言実行男になりたいからね。どこ行った、逃げた。草むらの中とかちょっとね無理だ。うわ、すんげえいろいろ打たれる。ジャンパー使っただけなのに、スマホを落としただけなのに。やり合ってるところね、やっぱうまいところ感じで狙いたいよね。やり合ってるところ、すっげえユーロントニーとちょっと狙いづらいな。一回ステイかな、これは。ヘリ乗りてー俺も。でも今回ヘリなしで行こう。あ、さっきの人白ダメだ、白ダメだ、白ダメや、近い。すんげえいろいろ撃たれてるけど、ちょっとグラップラで一気に詰めたい。うわー、危ない。うわ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 、ちょっと待って、やばい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 。でも向こうも白ダメだ。危ない。なんだこのドキドキ感、味わえないよなかなか。やばいな、ちょっとこのデカボス使ったらもうシールドないよ僕。どうしましょう。さてと、さっき撃ってきたやつらに仕返ししてやるくる。いいぞ、シールド削ったぞ。この詰め方俺マジうまいよ。あ、食らっちゃった。来た。うわー、ゴリゴリのシールド来てますね。やばい、閉じ込め。よし、いいぞ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 。しかもね、ドラムが持ってるからね、この人最高かよ。よし、これでいきましょう。ちょっと贅沢な気もするんすけどね、ミシック。幸せなんですけど、武器が。これでいきます。ちょっと周りの状況を把握したい。レンガの中からずっと撃ってきたのと、まだね残り7人いるから絶対いっぱいいると思うんですよ周りに。あの奥の木の中が気になるな。絶対スナイパーとかでパチョン撃ってくるでしょう。あそこのレンガにいるの分かるよ。その次の木、右の木絶対いるでしょう。撃ってみよう。
あ、いない。あ、いないんだ。あ、いたわ。オッケーオッケー、わかりました、わかりました、わかりました、はい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 、もちろん詰めちゃうぜガンガンいっちゃうぜ。ドロムガンが持ってるからね。え、強っ、ドロムガン、え、強っ、強くねえすか今の、見た、ガンガン行こう、これ持ってやべえな今の、やべえなマジでこの武器、キーマ打たせ俺上でやってる。ちょっとね、漁夫をマジで本当に有効活用していきたい。そうじゃなきゃ勝てないよ俺。あー、ロッケラン、え、白ダメなんだけど、意外ですよそれは勝ち込め勝ち込め、怖い、周りも怖いんだよね。うーん、どうしましょうこれは。勝ち込め、あぶ、うわー、もう危なかった、危なかった。でも回復ならいっぱいあるよ、いいね、プロッパもいっぱい持ってる。ちょっとミニポも欲しくなってきたけど、いいぞ、勝ててるぞ。ショットガンなしでも意外といけるじゃん。頑張ろう頑張ろう、残り5人。マジでレベル高いんですよね最近。普通のこれ一般マッチなのに、なんでこんなレベル高いかなっていうくらいレベルが高い。何回レベル高いって言った、敵いる。これはちょっと早めに倒しておきたいな。くらい、これでビックロイ取ったから嬉しい。ということでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ、バキュンバキュン。